はい、皆さん、こんばんは。今日はですね、ジュネスグローバルの事業説明会ウェブセミナーをスタートしていきたいというふうに思います。まずですね、こちらのプロジェクトなんですけども、アメリカのね、大富豪でもあるチカコリーさんという方が、あの、持ってきました。もともと時給5ドルの貧乏ウェイトレスからですね、今ではベストセラー作家でもあり、投資家でもあり、事業家としてものすごく大きく成功されている方です。 で、あとはですね、日本の本当にこの最強のミリオネアの方々がですね、皆様をサポートしていっていただけるっていう環境が整っております。で、今回ですね、ジュネスグローバルでは日本最高の、最、最高最速でですね、ダイヤモンドディレクターを獲得したチカコリーさん、そして日本最速のね、エメラルドディレクターというタイトルを取られたチョウのマイさん、本当にメディアでも注目をされている、まあ日本で一番広い18億のマンションもね、所有をされているような方です。 そういう本当にね、世界で著名な方たちが今持ってきてですね、ビジネスを立ち上げようとしております。ねこのジュネスグローバルというビジネスなんですけども、本当に規模はですね、世界をまたにかけております。120カ国以上にね、展開をしてビジネスができるっていうビジネスチャンスがあります。で、こちらの会社はですね、2009年9月9日、アメリカのフロリダ州で誕生したものです。 なので、先週ですね、9月9日を迎えまして、6周年ということで、6周年のイベントをシンガポールでやってきました。で、5年目ですね。まあ、今数字が出てるのが5年目ですね。5年目で年賞が500億規模。まあ、すごく若いにもかかわらず、ものすごく大きく成功している会社です。で、このシンガポールのイベントなんですけども、簡単に、あの、どんなところでやってきたのかっていうのをお見せしたいと思います。こちら、シンガポールにあるですね、エキスポコンベンションセンターというね、ものすごく莫大な土地に大きいイベントホールが、もう、 6ホール準備されてるんですね。その一番大きいホール1ホール22つを二つのイベント会場ですね。貸し切りにしてこの人数見えますかね ?120 カ国から1万5千人以上が今集まってくるっていうぐらい本当にすごく勢いのあるね、イベントです。ね、これ、たった6年目でできるような規模感ではないですし、ものすごくお金の,あのかかったイベントですね。 このオーナーがですね、ものすごく成功していてお金を持っているオーナーがやられていますで。この120カ国に展開している中でですね、この3日間のイベントがあったんですけども、日本だけにですね、特別にセミナーをやってくださいました。これどういうことかと言いますと、ね、年賞500億、まあ5年目で500億を出したものすごくビッグなカンパニーがですね、そのオーナーたちが日本にね、今ものすごく力を入れているというタイミングなんですね。 そして12月。これは12月3日予定ですね。日本のオフィスをオープンさせようとね、今動いております。皆さんもこれご存知ですね。都庁前にあるもう、ドーンとね、三角ビル建ってますね。そこの37階、38階にフロアを借りてですね、あの、オフィスをオープンしていくところです。本当にこれ、ものすごくお金を持っていたり、ものすごく、あの、 力がある会社じゃないと入れないビルですから、そこを2フロア借りられるぐらいのものすごく力を持った会社です。本当にね、こちらの会場ができたらですね、ぜひね、見に来ていただきたいなと思います。ね、1万5000人が集まった会場ではですね、もう本当に世界で、まあ、どれだけの人をね、ビジネスに参入、あの、してもらえたかというね、そのランキングが出たんですね。これ、グローバルに50万人の方が今取り組んでいるビジネスです。で、日本ではですね、まだまだ全然少ないんですけども、 まあ実はですね、その中でランキングってものが発表されました。そのナンバーワンがですね、私、先ほどね、写真も出てましたね。蝶野舞さんが50万人の中でナンバーワンのね、成績を上げました。売り上げを上げました。でナンバーツー、これも私たちのチームのね、リーダーでもある泉忠さんがですね、ナンバーツー50万人の中でですよ、ワンツーをね、取るっていうぐらいのものすごくパワフルなサポートメンバーがいます。でも本当に蝶野舞さんもね、テレビでもう見た、これ見た方もいらっしゃるかもしれないですね。 もうテレビにも出てます。泉忠さんもね、52冊の本を出されて、累計売上50万部ですかね。本当にミリオンセラー作家としてものすごく成功されてます。そしてビジネスも大成功されてる方々ですね。そしてそのリーダーたちをね、率いるダイヤモンド、このトップリーダーでも近くリーさんもですね、本当にこの1万5千人が集まった会場の中で1万5千人でですね、指導をしたり、まあ、ビジネスを引っ張っていく、そんなパワフルなリーダーたちです。 で、チカコリーさんもですね、本当に雑誌ですと、まあ、アンアンとか美的テレビ、王様のブランチとかでも、本当にメディアでも多数取り上げられている、まあ、ものすごくね、成功されている方です。そんな方々がですね、日本に持ってきて、こちら、正式にオープンしたのはですね、4月の25日です。これ、まだ最近なんですね。皆さん、ジュネスっていう言葉聞いたことありますかまだないと思うんですね。まだまだ日本で知られてないんです。 にもかかわらず、ものすごく急激に成長している会社なんですね。じゃあ、こちらのオーナー、どういうオーナーかと言いますと、ランディ・レイさん、ウィンディ・ルースさんというね、ご夫婦で、あの、経営されております。で、右下にいら、あの、映ってるのがですね、スコット・ルイスといってね、ランディさん、ウェンディさんの息子さんですね。本当にファミリーでビジネスをやっております。で、もともとですね、このランディさん、まあ、ウェンディさん、まあ、どういうことをやられてたかと言いますと、 プログラム、システムとかを構築する、まあ、システム会社とかを持っていたんですね。で、右に映っているような、本当にスペースシャトルをね、宇宙に飛ばすような計算ソフトとかも、プログラムとかもね、過去に作るような会社を持っていたり、あとはですね、ダイレクトセーリングの会社の給料の計算ソフトとか、本当に大手の企業を相手にしてですね、ものすごく、もうその、ものすごく大きな成功を収めております。で、その企業をですね、もうすべて、あの、売却して巨万の富をね、 えた方々ですね。本当にもう海外でもものすごく有名で権力のある成功され,されている方が、このジュネスのオーナーです。で、そのオーナーがですね、なぜジュネスを作ったかと言いますと、先ほどのね、このもう一度戻しますね。ランディ・レイさんという方がですね、膝の病気になったんですね。この膝の軟骨ありますね。膝の骨と骨の間にある軟骨。それがすり減ってしまって痛くて歩けないって状態になったんですね。その時にどうにかして治そうと。 どうやったら治せるんだってことを調べているときに幹細胞の技術がいいと聞いたんですね。で皆さん肝細胞って聞いたことありますか、ね、皆さんの体の中にもある細胞で、細胞の母親と呼ばれているものです。新しい細胞を生み出す細胞がね、肝細胞ってものです。なので、新しい細胞を生み出すということでね、再生医療として、あの、最先端の技術としてね、取り扱われています。 その手術をするときにですね、出会ったのがこのネーザン・ニューマン博士という博士ですね。この方が本当に関西胞技術の中でも世界でね、スペシャリストと呼ばれている方です。もう今現役でもね、あの、この綴りで調べ、ネーザン・ニューマンというね、綴りで YouTube 調べていただいてもね、もうテレビとかにももう本当に現役で出ているようなすごく有名で権力のある方です。ね、この方はですね、今、まあ、ビ,ビ,ビバリーヒルズで美容整形のクリニックを経営もしております。もう注射一本でもうメスを使わずに、 もう美容整形をね、してしまうという方です。で、あまりにもね、本当に有名で、すごく力があるので、1年間も予約がね、取れないぐらい人気のドクターでもあるんですね。そんな方がですね、実はこのジュネスで今売られている製品の、もう、もう大元となるような美容液を持ってたんですね。なので、スキンケアのプロダクトを持っていたわけです。 で、それをですね、本当にその技術、ものすごく素晴らしいということで、ランディさん、ウェンディさんが目をつけてですね、それを商品化をして、今販売を始めた会社がジュネスです。で、普通のスキンケア、まあ、たくさん売られてるスキンケアはですね、と、このジュネスの違いはね、もう全然違うわけです。もうスキンケアの考え方自体がもう、一般的なものとは全く正反対。どういうことかと言いますと、一般的に売られているものがですね、 乾燥したら、皆さんどうします化粧水とかでね、水分を補う、足りなくなったものを補うっていう考え方だと思うんです。でも、ジュネスの考え方は逆で、なくなったものを自ら生み出すんですね。なので、水分、肌の潤いというものはですね、与えるのではなく、肌自ら潤いを取り戻すっていうコンセプトのスキンケアです。もうね、考え方が逆なんですね。なので、化粧水っていうね、そういう製品もないわけですよ。 ものすごく結果の出る製品です。なので、ね、ぜひね、使っていただいて楽しいかなと思います。ね、海外のものすごくね、権力のある雑誌、防、ま、具、あ、って皆さんね、見たことあると思います。一流雑誌にもね、取り上げられるぐらいのブランド力であったり、製品力というものを持っております。で、ね、ここのですね、主力の成分っていうものがですね、人脂肪細胞純化培養液、エキスっていうものがですね、ものすごく素晴らしい技術を持ってるんですね。 これが、あの、ジュネスという会社ですね、肝細胞っていうものは入っていないです。入っていない。その肝細胞自体は皆さん体の中にあるんでね、それ自体が元気になって、あの、新しいものを生み出す力を取り戻していくっていう、そういう培養液、エキスです。 その含,有率、まあ、含まれている量ですね。が世界的に圧倒的なんですね。もうさ世界最高です。で、類似製品とかもね、出たりしているんですけども、まあ、ジュネスがね、一番最初にこの成分っていうものを世界に発信しました。そして真似して作ってるところはですね、含有率は2%から3%とか、本当に少ないわけですね。まあ、それでもすごいことなんですけどね。すごくいい結果が出ます。で、ジュネス、なんと、含有率84.75%なんですね。 もうありえません。もうこのネザンニューマン博士というね、本当に世界トップレベルのドクターがね、もう独自の製法で作ったからこそこのパーセンテージが再現できて、だからこそ使った時にものすごい結果を得られるというものです。本当に、ね、使っていただいた方は、もう私もね、もう1ヶ月でちょっと驚くぐらいのね、あの結果を得られてますね。ね、スキンケアのラインナップがあります。ね、こちら、まあ今日はですね、ビジネスセミナーですので、 スキンケアの製品についてはもう軽く触れるぐらいにしておきます。まず、まあどういうものがあるかと言いますと、まず洗顔ですね。洗顔があって、洗顔の次につけていただくのは、このセルラーセラム美容液というものですね。こちらが、先ほどの人脂肪細胞潤化培養液エキスっていうものが84.75%含まれている美容液です。肌自らが整って、そして肌自らが生まれ変わっていくというものですね。で、 3つ目に使うのが右上の朝って書いてあるところですね。これデイクリーム、モイスチャーライジングですね。こちらは洗顔をして美容液をつけていただいた後に、朝ね、外に出る前に紫外線からね、ダメージをあの防いでくれるっていうことで朝につけてください。そして、あの、このデイクリームつけていただきますと、本当に肌のね、水分量と油分のバランスも整ってね、ものすごく肌の あの、潤い、張りとかがね、増してきますので、ぜひね、楽しんで使ってみてください。そして、右下のね、夜と書いてあるところ、これがナイトクリームですね。夜つけるもの。洗顔をして美容液をつけた後に夜にクリームを塗ってください。なのですごく使い方はシンプルですね。3ステップしかないです。洗顔美容液デイクリーム。もしくは、洗顔美容液ナイトクリーム。その使い方しかありません。ね、早くですね、すぐにでも結果を得たい方は、一番ね、上に書いてあります、デモにも使えるって書いてありますね。 フェイスパックっていうものがあります。これはジェル状になっていて、肌にね、あの、ジェルをつけて薄くね、伸ばしていただくと、2、30分で、あの、固まります。それをベロ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 っと剥がしていただくと、本当にね、肌の上に乗っかってるもう皆さんで、ね、もいらないもの、古いもの、もう汚いもの、すべてが剥がれますから。 そして、そのパックした間はね、ものすごく栄養が入るので、このパックを剥がしていただいた後の、皆さん、ね、鏡を見ていただいたら、本当に、ね、感動すると思いますね。ぜひぜひこちらも使っていただければと思います。で、今お話したものはですね、基本的に顔につけるものですね。で、一番右にあるボディクリームってものでね、あの、ボディのケアもしてください。そして下にあるリザーブ。これもですね、本当にもう、すごい、たくさんのフルーツっていうものがね、含まれています。これは朝にね、 1ワンパック夜、まあお腹が空いた時にね、あの1パック飲んでいただければと思います。1箱に30袋入ってるものですね。で1日2袋ぐらい飲んでいただければと思います。で、こちらはですね、ブルーベリーのような味でものすごく美味しいジェル状のジュースです。で、主力な成分がですね、このレスベラトロールってものなんですけども、カタカナで書いてありますね。これが7 5ラム入ってるんですね。まあこれはもうインターネットでカタカナで後で調べてください。 ものすごいものですからね。ね、もう一つですね、面白い製品ってものが、これ5月1日に日本で出ました。世界初ですね、もう90秒でシワがきれいにということでね。もうね、これ最も急成長した製品とも言いますね。人がね、90秒でね、結果を見てわかるので、もうみんながエキサイトして売り上げがありえないぐらい上がったんですよ。 これアメリカかな売り上げがね、月1億だったとか、いきなり3億に上がったわけですよ。それだけパワフルな製品ってものも、ジュネスは持っております。で、こっからビジネスの話ですね。今お話しした、まあ、製品ってものが流通をね、起こしていくと、皆さんにね、報酬ってものが入ってきます。で、こちらの会社はですね、ほんとグローバルに展開しておりますので、皆さんもね、ビジネスに登録をすると、ホームページがもらえます。 これはね、もう世界各国のね、言語が対応していますので、日本人向けに売ることもできたり、海外も、海外にも自由に売ることができます。で、中に入っていただくとね、あの、登録ボタンを押していただくと、メールアドレス、電話番号、住所を入力していただくと、もう簡単にね、登録ができますから、まあ、地方の方でも、世界中ね、どこにいてもビジネス活動ってものはね、可能になっています。で、こちらがですね、ビジネスの仕組み図ですね。 まず周りでですね、この製品に興味があるとか、このビジネスに興味があるって方がいらっしゃったらですね、皆さん自分自身の持ってるホームページの URL をメールとかね、LINE、Facebook のメッセージ等で送ってあげてください。そしたらですね、その製品を欲しいとかビジネスに参入したいってい方は、皆さんのホームページから登録をします。登録をしますと、会社からですね、製品が送られます。買った方に送られます。で、 誰のホームページから売れたのかってことをね、会社側は把握できますので、ホームページの持ち主にお金を払っていくっていう仕組みになっております。じゃあですね、このビジネスをスタートさせるときに、どれだけのお金、金額がかかるのかってことですね。これだけ世界一流の方たちが作った製品を持っていて、かつホームページもね、自由に使える、あの、権利ももらって、じゃあ一体いくらかかるのか。これたったの3万円台からビジネススタートすることができるんです。 ベーシックパッケージってものからアンバサダーパッケージってものまであります。一番安いものですと36,300円のベーシックパッケージってものがあります。ねえ、まあビジネスでね、しっかり収入を取りたいよっていう方はアンバサダーパッケージであの登録してください。146,460円です。このパッケージの違いは何かと言いますと大きく分けると2つ違いがあります。まず1つ目はですね、入っている製品の違い。 ベーシックパッケージはですね、洗顔、美容液、モイスチャーライザー、ナイトクリーム、この4つがね、入っているだけなんですね。もう割引率もすごく低いですで。アンバサダーパッケージってものはね、まあ、先ほど説明したスキンケアとリザーブというジュースがね、2、3ヶ月分ドッと入っているわけです。 何でもね、まとめて買った方が安くなるわけですね。アンバサダーパッケージ買った方が7、8万円とかね、安くなりますので、ただ製品欲しいよって方はまとめて買っといた方がね、お得だと思います。で収入を取りたい方はね、必ずアンバサダーパッケージで、あの、購入してください。なぜならですね、二つ目違いっていものが、報酬の取れ方の違いがね、あります。アンバサダーパッケージの方がスタートダッシュして稼ぐことができます。まあ、それがなぜかはね、あの、後で説明していきたいというふうに思います。 ここから報酬のお話になってきます。このジュネスの報酬はですね、今押さえておいた方がいいポイントは3つだけです。3つ押さえときはね、十分かなと思います。1つ目、これは新規カスタマーボーナスといって、紹介料として1回ね、あの、コミッションを受け取ることができます。どういうことかと言いますと、皆さんから紹介した方がベーシックパッケージで参入をしたらですね、3000円のコミッションを受け取ることができます。 アンバサダーパッケージで登録したいって方をね、皆さんがご紹介しますと、3万円が報酬として受け取ることができます。いいですね。紹介した時に、か、あの、紹介者が、あの、買ったパッケージに応じてコミッションを受け取れるというものですね。で、二つ目はですね、ポイントに応じた報酬というものがあります。これね、見ていただきますと、アンバサダーパッケージは500ポイント。 ジャンボパッケージ400ポイントとね、ポイントが付いております。製品が一個一個のポイントが付いてるわけですね。でこの2つ目、チームコミッションってものがあります。ま、イメージとしてはですね、あの、2つのポイントカードを皆さん持っていると考えてください。右のポイントカード、左のポイントカードと思ってますと。で、紹介した方を右のポイントカードのポイントにつけるのか、左のポイントカードのポイントにつけるのかっていうのを決めるわけですね。 例えば皆さんがね、A さん、B さんっていう二人の方を紹介したとします。例えばね、A さんは左のポイントカード、B さんは右のポイントカードにつけます。そうすると A さんは左側について、B さんは右側につくわけです。で、その、例えばね、A さんも B さんも、いや、このビジネスチャンスは素晴らしい、この繊維は素晴らしいってことで、たくさんの方にね、自分のホームページを見せて、そこから買っていただく方がね、どんどん増えていったとすると、このように増えていくわけです。 で、一人一人ホームページをひ、あの、持つことになりますので、どん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 ホームページがね、連鎖をして、どん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 広がっていきます。で、これね、皆さんから広がった、例えば、ね、皆さんがね、A さんという方をね、左側のポイントカードにつけました。そして、A さんからガーッといろいろね、たくさんの方に広がったとしたら、皆さんの左のポイントカードにね、全部ポイントが貯まるわけです。これものすごいことですよ。例えば B さんという方は右側のね、ポイントカードのポイント、あの、ポイントカードにつけたとします。 そうしますと、B さんからね、いろんな紹介者が出たとしたらね、皆さんの右のポイントカードに全部ポイントが貯まります。これね、とにかく、早く始めた方がいいわけです。どん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 ね、これ時系列に、どんどん登録者がね、順番に、珠つなぎに登録されていくわけですね。なので、上に登録した方が、早く登録した方が、このビジネスチャンスをつかめるわけですよ。なので、今日聞いて、まあ、これ最後まで聞いてね、チャンスを感じたら、 もう悩んでる時間はないです。今、ものすごくね、日本でも広がるスピードが速いので、とにかく今、すぐにこのポジションってものを取ってね、スタートしていただけたらと思います。で、この左右のポイントに応じて報酬が増えてくるんですけども、まあ、これ左右どちらでもいいです。片方のポイントカードで600ポイント、もう片方のポイントカードで300ポイントというポイントがね、合計900ポイントというポイントが貯まった時に、4536円が皆さんに入金されます。 これ、一週間に何ポイント貯まったかでの週払いのシステムになってます。で、一週間でですね、最大で340万2000円がね、皆さんのコミッションとして受け取ることが可能になっております。まあ、1ヶ月に換算しますと、1360万8000円ですね。そこまで収入をね、受け取ることのできるコミッションが、二つ目のチームコミッションです。とにかくですね、皆さん、あの、早めにね、スタートしていただければという風に思います。 で、三つ目はですね、リーダーシップマッチングボーナスってもので、皆さんがですね、リーダーとなって、あの、たくさんの方をね、導いて教育をしていくと、どん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 お金をもらうことができます。このレベル1、レベル2、レベル3、レベル4からね、7までね、いろいろレベルが書いてあるんですけども、これ何かと言いますとね、レベル1は皆さんから直接紹介した方はレベル1と呼ばれます。で、レベル2はレベル1の方がご紹介した方はレベル2と呼ばれるんですね。 これがレベル7まであります。で、この20%から30%って書いてあるものはね、何かと言いますと、皆さんがね、例えばで、ね、紹介した方も、このポイントに応じてね、チームコミッションってものを受け取るわけですね。例えば皆さんから直接紹介した方、10人紹介したとしましょう。その10人の方が、1人10万円でもいいからね、月に稼げるように、皆さんがリーダーとして導きました。そしたらね、 10万円稼げる方が10人。合計いくらになりますか ?100 万円ですね。100万円の20%から30%なので20万から30%が皆さんの報酬として受け取れるってことです。悪くないですね。これがどんどんどん人が増えていくとものすごく大きなボーナスになっていくのがこの3つ目のリーダーシップマッチングボーナスというものです。 そしてね、成功へのステップってものがあってですね、人を紹介をしていくと、どん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 昇格していきます。まず登録してばかりの時はですね、一番左のデストリビューターと呼ばれるところからスタートします。ここはですね、カスタマーボーナス、紹介料だけがもらえるタイトルとなっております。そして次、皆さんから二人、たった二人です。二人ご紹介をすると、エグゼクティブになります。 で、エグゼクティブになりますと、カスタマーボーナー紹介料とチームコミッションですね。先ほどのポイントに応じた報酬も受け取ることができるようになります。で、次、8人紹介していただくと、ジェイドになります。ここまで来ますと、レベル1段階の20%。12人を紹介すると、パールになります。パールになると、レベル2段階の15%まで受け取ることができるようになります。で、次、サファイア。これはですね、12人の方、紹介をして、その方たちがですね、一人一人。 二人ずつ紹介したらね、十二人の方が二人ずつ紹介をすることができたら、サファイアエグゼクティブっていうところになります。このサファイアになればですね、本当に10年生で、あ、収入を得てるなという感覚にね、しっかり得ることができますからね、まずは皆さん、サファイアってものをね、目指してビジネスをね、スタートしていただければというふうに思います。ね、もっともっと稼ぎたいよって方はですね、もうその上の Ruby ディレクターというところを目指してください。ここまで来ますと、月収で、 ま、大体最低100万ぐらいはね、もらえるようになってきます。エメラルドディレクターになりますと、月収で200万ね、以上はもらえるようになってきます。で、ダイヤモンドディレクターになりますと、まあ、平均でね、もう皆さん1000、月にね、1ヶ月に1000万以上とかね、稼がれる方が、ま、ほとんどです。なので、年間1億以上稼いでるのが、あの、ダイヤモンドディレクターです。で、チカコリーさんですね、このジュネスの日本のトップの方ですね、ダイヤモンドディレクターを日本初で、 取りました。で、エメラルドディレクター。これもですね、蝶の舞さんがもう日本で最速でのスピードでね、たった2、3ヶ月ともう短期間で、このエメラルドディレクターっていうものを達成しました。まあ、そういうタイトルがあります。で、最初のですね、登録するパッケージに応じて飛び級することができるんですね。まず、ベーシックパッケージで登録した方は、デストリビューターからスタートです。 で、サファイアエグゼあの、アンバサダーパッケージですね。146,460円から登録した方も一気に飛び級。スタートダッシュですね。サファイアエグゼクティブというね、あの、タイトルを持った状態からスタートすることができます。これが半年間ね、継続するわけです。なので、もう必ずね、あビジネスで収入を得たいという方は、あもう迷わずアンバサダーパッケージですぐに登録をかけてください。で、これ登録もすごく簡単なのでね、 今日このウェブセミナーを教えていただいた方皆さんいらっしゃいますね。その方にすぐに連絡してください。このね、ウェブセミナー。もうね、何百人って方が世界中で今見てますから、このね、セミナーがね、終わった後、終わる前かもしれない。どん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 登録する方がうわーって順番に増えていくわけですよ。なので、このウェブ、ウェビナーのリンクを教えていただいた方にすぐに連絡をして、あなたのホームページのサイトをすぐ教えてください。と。 私はどこから登録すればいいんですかっていうことを聞いてあげてください。そしてアンバサダーパッケージで、ね、登録すればすぐにこのビジネス日本でスタートできますからね。でじゃあ、ジュネスの可能性はどういう可能性を、ね、秘めてるのか。もう過去のね、ちょっと売り上げを見ていきたいというふうに思います。まず1年目初月、初年度は36億円です。これすごい成功ですよね。2年目、倍やってるんですね。ありえないです。78億円という年賞を叩き出しました。 3年目、151億です。ほぼ倍やってるわけです。ありえないスピードで今、急成長しております。4年目、308億、また倍に成長してるんですね。もうこれ、過去歴史上こんな成長してる会社見たことないと、いうふうに言われているぐらい急激に成長しております。で、5年目で500億のね、売り上げを上げているわけなんです。そして今、単月、たったの1ヶ月で、100、100億以上のね、売り上げをね、上げられることができてます。 1>, 1ヶ月に100億以上ってことはね、かける12倍してください。もうね、1000億企業にもう一気に近づいております。もうね、ほぼね、1000億企業になるってことはほぼ確定してるぐらい伸びております。そんなタイミングでですね、このジュネスなんですね。じゃあですね、すごく大手の企業とね、その売上年商ってものをね、あの、比較しながら、比べながらね、ジュネスの可能性について見ていきたいと思います。コカ・コーラ、皆さん飲んだことある方いますか ありますね。コカ・コーラは52年かけて年賞70億という数字を上げました。皆さんパソコン使ってる方はご存知ですね。IBM。この会社もすごい早いですね。147億円というね、年賞をたった28年で上げました。そしてスターバックス。もう世界でグローバルに成功してますね。 たったの17年で74億円というね、年賞を作ることができました。どん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 今ね、成長の角度がついてきます。これマイクロソフト。もう、ものすごくビッグに成功してる会社ですね。たったの10年で年賞267億円という数字を分けてるわけです。今もう、ものすごくね、大きく成功してますね。ウォールマート、もっと早く成長したんですね。たったの7年で年賞226億円というね、 燃焼を作ったわけです。たったの7年です。まだ、あ、誰なのか、ぜひね、皆さん、グーグルで調べてみてください。世界の億万長者と入れるとね、ナンバーワン、ビル・ゲイツです。マイクロソフト作ってるんですね。で、もうトップの方見ていただくと、ウォールマートの創業者の人たちも出てくたくさん出てくるわけですよ。どういうことかというと、ものすごく急激にね、成長し,していく会社、その立ち上げに携わった方が、やっぱりお金を得ることができるんですね。 もう当たり前ですよね。じゃ、ジュネス。これたったの5年で500億です。この角度見てください。ありえない勢いで伸びてるんですね。もうこれ数字を見て明らかなんです。だからこそ億万長者の方、成功してる方もものすごい可能性を感じて今参入してきてるわけです。そんなタイミングで皆さんはね、話を聞けてるわけなんですね。そして今年少1000億企業へ向かってものすごく急激に成長してる。その伝説を作ることのできるタイミングなんです。 このタイミング、絶対に今この急激に成長しているタイミングをね、逃さないでください。1年後、2年後、3年後、ジュネスって言葉、たくさん聞くようになります。たくさん聞くようになってからじゃあ遅いんです。皆さんが発信する側になってください。聞く側じゃないです。皆さんが伝える側になった時に、ものすごく大きなね、成功をつかめますから。 ぜひ、このタイミング、まだジャパンでオープンしたのは4月25日ですから、皆さんがね、先駆者となって、このマーケットをね、しっかり一緒に広げていけたらなと思います。そしてですね、これ、4日前ぐらいですね、エキスポ、シンガポールに行った時に、インセンティブトリップ、皆さんをね、せ、ある成績を達成した方は、豪華クルーズに連れていきます、無料招待しますってことが発表されました。 これね、来年2016年の5月の1日から8日までね、ぜひもうね、今、手帳に書いといてください。開けといてください。これね、どういうものかと言いますと、9月、まあ今からですよ。今から1月の31日、もう約4ヶ月半あります。4ヶ月半。その間に、たったの16人、 たったの16人、なので、1ヶ月に4人以下ですよ。の方を、このジュネスの繊維を買ってもらったりとか、ビジネスに参入していただく方、それ、そういう方を作ると、無料で、地中海クルーズに行けるわけです。ヨーロッパに行けるわけですよ。世界中をタダで回れるわけなんですね。ぜひ、このチャンス、まだこれ発表されたばかりなので、早くスタートすればするほどね、長い期間ね、その、キャンペーンの、 キャンペーンの期間に携わることができます。どういうことかっていうとね、今4ヶ月半あるわけですよ。1ヶ月後に入ったら3ヶ月半の間に16人やらないといけないわけですね。早ければ早いほどこれ達成するチャンスを得られますから、ぜひね、これもね、インセンティブトリップ皆さんで行きましょう。で、実はですよ、9月中だったら特別なパッケージっていうものがあります。 日本のね、ジャパンパッケージってものがあって、それを9月中に買うとですね、なんと、たったの6人の方を紹介するだけ、9月末までにたったの6人の方を紹介するだけで、豪華クルーズに無料できるんですよ。ありえないですから、ぜひね、今すぐにこのインセンティブトリップ行きたいと、そのパッケージを欲しいと、それをね、紹介してくれた方に聞いてみてください。この、 ジャパンパッケージでどこ、どこで買えばいいの私、6人すぐに紹介してインセンティブの旅行に行くんだと。ぜひ伝えてください。こんなね、豪華なクルーズに乗れるわけですね。本当にものすごく大きいクル,クルーズですよ、これ。これね、船の上にはプール、ジャグジーがね、本当に何十個も付いていて、野外にはね、ライブ、ライブが、ライブで映画を見ることができたりとか、あとはランニングコードも付いてたり本当に大きい船ですごく高級な あの船です。で、中に入っていただくと見えますか左下の写真。シャンデリアだらけです。で、ものすごく素晴らしい環境で、レストランは、まあ、朝とね、夜、モーニング、ディナーをいただけるわけです。で、お昼の時間はですね、もう世界中をバルセロナとか、フィレンツ、まあ、イタリアの方ですね、まあ、ロー、ローマを回ったりですね、本当にグロ、ヨーロッパを、各都市を回ることができます。本当人生変わると思いますよ。 で船の中ではですね、この美味しい料理をもう本当に食べ放題ですか好きなだけいただいてください。そしてですね、船の中ではね、これ、スケートリンクもあるわけです。で、自分で滑ってもいいです。夜はですね、皆さん仲間の方とクルーズに行っていただいて、お酒を片手にですね、成功をね、お祝いしてもいいと思います。スケートショーも見ることができます。そしてね、ロー、ピサの斜塔に行ったりですね、バチカン四国もね、きっと行くと思います。ローマの方回ることができます。これね、私も行ってきました。 これ実際に私が取ってきましたからね。これ、バルセロナですね。ぜひね、ヨーロッパ皆さんで行きましょう。そんなに難しくないのでね。今、とにかくスタートすればチャンスはつかめます。で、実はですね、ものすごく皆さんをね、サポートする環境が整ってるわけです。1億円以上かけたインターネットサポートシステムってものを作っております。インターネット上でね、あなたをフルサポートしますからね。 もう億万長者の方々がどうやったらビジネスを紹介できるのか、どうやったらこのビジネスで収入を取ることができるのか、製品がどういうものなのか、どうやって使えばいいのか、一人にどう進めればいいのか、それを24時間無料で億万長者からの学びを得られる。これ無料です。私たちのグループで登録をした方、は無料でこの何1億以上かけたシステムを使うことができます。そして、東京に住まれている方、 東京に住まれてなくても、これ今ね皆さん何で聞いてますかた、YouTube でこの事業説明というのを聞くことができるんですよ。YouTube、スマートフォン、パソコンあれば誰でも見れます。これね皆さんのために各週でジュネスのセミナーをやっております。第1、第3週にですね、東京は人形町、町の舞さんの持たれてるね、所有してるオフィ、あの、セミナー会場で、 火曜日、水曜日、事業説明会をやってます。そして日曜日はですね、お昼3時からですね、ビジネスのトレーニングもやっております。で、ウェブ上ではですね、木曜日、今日ですね、19時からやっております。この事業説明会をしております。で、金曜日はですね、ビジネストレーニングをウェブ上でね、YouTube を見る環境があれば見れますから、常に常に皆さんをね、サポートする環境が整ってますよね。皆さんのやることは簡単ですよ。この YouTube のリンクがすごいですよと億万長者の方が持ってきたすごい面白いプロジェクトがあるからこの YouTube を見てくださいとただそれだけでです簡単ですいろんな方にシェアしてください一緒にクルーズ行こうとクルージングにね無料で行ける方法があるみたいだよとちょっと聞いてみようと この YouTube のリンク見てね、ただそれだけです。それをとにかくたくさんの方にシェアをすることで、皆さん収入を取ることができ、そしてクルーズに行くことができて、たくさんの仲間とね、チームワークで成功をつかむことができます。それがですね、このジュネスで私たちのチームです。ねこれね、ぜひね、メモしといてください。地方でも、毎週ですね、各、あの、毎週毎週地方でもセミナーやってます。第1週の土曜日は東京、第2週の土曜日は大阪、第3週の土曜日は福岡、第4週の 土曜日は名古屋でね、セミナーをやっております。今週末は福岡ですね。9月の19日土曜日、13時半からですね、受付13時からです。パピオン24福岡でやります。で、名古屋もね、今月末ありますから。で、来月ですね、第1週目10月の3日東京、で、大阪来月のね、10日土曜日1時半からですね、ハートンホテルでやりますからね。ぜひ、この日はですね、 社長スケジュールが合えば、日本のね、宮城国尾社長がね、実際に皆さんのためにビジネスのプレゼンテーションをしに行きますから、ぜひ皆さん自分自身も来て、そして皆さんが伝えたいビジネスをシェアしたい方、仲間の方を連れてですね、こちらの会場に来ていただければというふうに思います。これにてですね、ジュネスグローバルの事業説明は終了とさせていただきたいと思います。本当にですね、今、ものすごく急激に成長しております。 日本で今一気に広がっていっております。今聞けてるタイミングはものすごく早いタイミングなんですね。そしてこれ時系列でどん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 登録が進んでいってしまいます。後で、うわあの時に登録しとけばよかった。そんなね、悔しさをね、得ないように、ぜひ今チャンスだと思ったらすぐにスタートしてください。そしてクルーズのチャンスもあります。ぜひ皆さんね、このクルーズにも行けるように、ぜひぜひね、ウェブサポートもありますから、 そしてですよ、このウェブサポートで問い合わせもあります。なので何かね、サポートが必要なときは問い合わせをしてください。個人的に私がね、電話をしたり、何かサポートが必要な場合はセミナーをしたりです、ね、皆さんをサポートしていきます。ぜひですね、このジュネスグローバルのビジネス、私たちのチームでですね、参入して、この億万長者の方からのね、サポートを受けながら、このビジネスチャンスをね、掴んでいただければというふうに思います。 じゃあ今から皆さん何をやるかと言ったらですね、このウェブセミナーのリンクを聞いた方にすぐに連絡をしてください。どうやって登録をすればいいのあなたのウェブセ、ウェブサイトはどこなのと。それを聞いてください。そして参入をしたらですね、すぐに先ほどのね、1億円以上かかったシステムに入れてもらうことができますので、そこで学んでビジネスをすぐにスタートしましょう。ぜひですね、このジュネスビジネス一緒にやれることを楽しみにしております。ありがとうございました。